すごい。じゃあまず、エボニー&アイボリーなんですけど、まあ普通に打てるんですけども、ガンスリンガーモードにするとですね、何も押してへん状態で自動的にチャージされますので、ほうほう、チャージショット、強い武器で、ただあのエボニーとアイボリーで右手と左手の銃別々にパワーアップさせなきゃダメっていうのがあるんですけど、あ、そうか、はい、ただオートチャージされます。でちょっと説明しますと、まずはエボニーショット、丸ボタン、お丸ボタンですね。丸ボタンは左、敵の動きが一発で広むんですね。広ませやすい。カメラアングルいいですね。次、四角ボタン。四角ボタン。うわ、たまに。これ、アイボリーショット。これは1回で3発、速射性に優れるですね。エボニーはパワー、アイボリーはスピード。これ、実は1の時からあった設定なんですけども、ゲーム上で実現したのは5が初めて。あ、そうなんですか。はいね。じゃ続きまして、レインストーン、空中で、おお、すごい、これいっぱいいる。そうです、これ空中でまず最初水平に打ちながら、ボタンを押しっぱなしにするとだんだん真下に行くんですね。これがね、実はその結構弾数が多いんで、なんか敵のバリアを剥がすとかですね。あ、敵の上を飛び越えながらパラパラって言いながら、こう、え、そんなんできるんですか。移動できるんで、移動しながら。ああ、ほんまやほんまや。かっこいい。結構コンボに組み込むとかっこいいし、使い方も結構ある。うわー、ね、はい、うわ。続きまして、ハニカムファイヤーですね。ロックオンしてレバー後ろを入れながら、やばい。同じボタンなんでスタイルは上がらないんですね、使い続けても。なるほど、そうか、はい、というエボニー&アイボリーです。じゃあ続きまして、コヨーテ A、 ショットガンですね。ショットガン持ってる、はい、ショットガンは普通に撃ったりとかチャージショットがあるんですけども、まずはファイヤーワークス、ガンスリンガー。うわ、気持ちがすごい、ショットガン。おー、これはショットガンヌンチャクって言われたんですよ。かっこいい、これ撃ちながら弾も廃墟するみたいな。ちょっと足元心配してくれて回しながら、ね、アンテナ足元たまに当たるかもしれない。続きまして、バックスライド、ロックオンしながらレバーを後ろに入れて、こうスタイルボタンですね。じゃあ待って、そっちじゃない、待って、そっちじゃない、待って、じゃあ後ろの敵や。だからコンボの前向いてコンボしてる最中に、うん、後ろから来たやつを一遍ぶっ飛ばすみたいな。かっこいいっすね。できたら超かっこいいっすね。あ、これでね、かっこいい技ですね。うわ、かっこいい。やばい。あ、いいっすね。やってる間詰められますもんね、敵に、うん、他の敵に。お前分かってんだろうなみたいな。ガンスリンガーですね。でロックオンしながらレバー前入れて、はい、スタイルボタン。ショットガンっていうのが弾が拡散するんで、はい、一番近距離で当てたら実は攻撃力的に一番高いですね。はいはいはい、はい、で離れて撃つと広範囲に当たる。なるほど。でこれが近づいて全弾打ち込むっていう攻撃なんですけども、これは実はそのカットインっていうアクションがありまして、ガンスティンガーをやってる途中でもう一回同じコマンドを入れると、途中でスライディングしながら敵の攻撃を避けて近づいて撃つとか、敵の攻撃を一旦右に避ける、左に避ける、後ろに避ける、自由自在に避けながら撃つ。おお、これ何使うねんって話なんですけども暴れ回してる敵を、敵の攻撃を全部かわしながら四方八方から全部ショットガン打ち込むみたいな。ああ、永遠に打ち込みたい人向け、避けながらもどん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 打てるっていう。そっか、スライディングで、スライディングですから、避けながらっていう、まあちょっと
かっこいい、かっこいいに寄った技です、はい、で続きましてカリナーン2。カリナーン2、カリナーンっていうのはやばい、レディがずっと使ってる武器の2、はいはいはい、ちょっと待って、これ何やこれ、わー、もうこれはロケットランチャーなんですけど、3方向からミサイルが出るロケットランチャーですね。普通に弾を撃つパターンと、うん、溜めてロケットランチャーを撃つ、これはなかなかの攻撃力ですね、はい。で、続きましてマルチプル、これは、ガンスリンガー技ですね。これどこ向いててもロックオンしてる時に当たります。なので、ね、逃げながら撃ったりしても全然当たるんですね。なるほど、後ろ向きでもいいや、はい。続きましてヒステリック、あ、ブラスターにしようかな、ブラスター、空中でスタイルボタン、これ真下に撃つ、これ 敵が集まってるところに上からか、とりあえず一発撃ってから行こうかみたいな使い方をしたりとか逃げ際に一発撃つとかみたいな使い方をしますね。で、ヒステリック、これは ロックオンしながらレバーを後ろに入れて、あれ？そっちも出るの？みたいな、お尻側にマイクロミサイルが入ってくるんですね。これボタン連打するとずっと撃てるんですね。これがカリーナーズ、うわ、ザコ一掃できそう、いいですね。これレディに頼まれて、レディがカリーナーンをなくしてしまうんで、レディに頼まれて作った2号機なんですけど、持ってけって言ってダンテが持っていく。はい、じゃ続きまして、ドクトルファウスト、ドクトルファウスト、ドクトルファウストっていう、なんかかっこいいみたいな、ファウスト博士っていう名前で、博士、はい、っていう、まあ、武器なんですけども、ハットですね、ハット、でこれが何かっていうことで、何これ、なんかどうして、あ、そうですね、レッドオーブ、自分の溜めたレッドオーブを敵にぶつけて、平井さん、レッドオーブ、平井さんが飛んでってる、いや俺が飛んでってるで顔似てるけどあ、なるほど、え、はい、で、だから本当は使えば使うほど減っていくんですね、はい、で減っていくけど、敵に当たると敵もレッドオーブ出すんで、あ、今ちょうどその画面に出たレッドオーブを全部拾いに行かんでも拾えるスキルがついてしまってるので、なるほど、増えちゃうんですけど、本当は撃って敵から出たやつを拾いに行かないと回収できない。だんだん減っていくってことですね。じゃあ拾いに行かないと。で押せばずっと押しっぱなしで、押せば押すほどいっぱい。なるほど、どんどん減っていってますね。どんどん減っていきます。はい。あ、っていう武器なんですね。で、じゃあ減る武器かってそうでもなくてですね、うん、じゃあまず、どっちしようかな、マン・イン・ザ・レッドはまずマン・イン・ザ・レッドいきますね、ロックオンしながらレバー後ろプラススタイル、これは四角ですね、遠距離攻撃で自分の周りにこうレッドオブのバリアを張ってくれて、敵にぶつかったら敵にダメージいくんですけど、これ敵にぶつかるたびにやっぱりレッドオブ減るんで、とにかくレッドオーブが減るという。とにかく。マイナス50、マイナス50、マイナス50。マイナス50。行っていきます。はい。ロー引かんですね。で、減るだけじゃないんやっていうところが次のセットハットって技なんですけど、ロックオンしながらレバー前入れながら、遠距離攻撃ボタンですね。これよく見てください。敵もね、同じこのハットをかぶってるんですよ。あ、本当だ。え、なんで？今敵に被らせたんですね、強制的に。はいはいはい。でこれが何かというと、この被ってる状態の敵をに攻撃するといっぱいレッドオーブが出るんです。へえ。その代わりこの状態で自分が攻撃食らうと、はい、体力減るだけじゃなくって持ってるレッドオーブもボロボロ落としちゃう。あらららら。だからそのハイリスクハイリターンの、なるほど、技ではあるんですけど、うまいこと使うと大量にレッドオーブをゲットできる。あ、逆にね。だから減るんだけど増やせるっていう武器がこの、ドクトルファウストになります。
じゃあそうそう、さっきマジックハットいきますか。マジックハット。マジックハット。これはロックオンしながらレバー、後ろ押しながらスタイルボタンですね。はい。これで帽子を飛ばして。これこれは4で出てきたファウストっていう敵の姿によく似てるんですけども、こいつが、遠距離ボタンを押しっぱなしで勝手にずっとレッドオブ打ってくれるんですね。はいはいはい。でその間自分は別の攻撃を当てれる、当てれるんですね。まあ当然お金ならレッドオブずっと減っていってるんですけど、回収すれば増えます。はい。じゃあ中和勢長らくやってきましたが、最後の技になります。レッドホットナイト、ロックオンしながらレバー前方向に入れてスタイルボタンを押すと、こうやって溜まっていく、溜める。やあ、まさか上から。こう溜めればためるほどでっかいレッドオーブが空から降ってきて敵にぶち当たる。やばいやばい、相当溜まってるこれ。びっくりした。今自分も巻き込む。今1回で1万5000オーブ使いました。うわ、めっちゃ使いますやん。その代わりめっちゃ強い。なるほど、なるほど。これは回収できるんですか、この1万、この技は。ちゃんと帽子かぶせとけば。あ、なるほど。多めに回収できるかもしれません。あ、まあ、そんなにめちゃくちゃ減るわけではないと、かぶせておけば。いや、これはね、プラマイ行くとマイナスになります。これもプラマイ。その代わりも一撃で敵仕留めたい時とかに、はい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 、はい、使うぐらいの使い方。はい、まあ、特殊だ。実機プレイ以上になりますかね。うわ、はい。